これ後ろの方は多分よく見えると思うんですけど、全く違う内容を今裏側の2名のプレイヤーが動いてる。これバナですね。はい、トラップ壊しましたね。はい、お最初のモンスターですね。モンスターがようやく出てきました、はいはい、これホップという、モンスターになります。あのこのモンスター見てるとたまに私かと思う時があるんですけど、はい、これモンスターになります。なるほど、はい、攻撃に攻撃当てるとですね、攻撃を弾く跳ね返すことができます。田岡ディレクター、これ部位ごとに攻撃する意味あるんですよね。部位によってまあリアクションも違いますし、足ついたら、はい、ひざまついたり、まあ、弱点は目玉になるので、ぜひまあ目玉狙ってもらえるとより大きなダメージを与えることができる。なるほど、狙う場所でもいろいろあると。これはアクションの攻略にもなっていくんですね。おっと、おっと、落とし穴ですね。これも自動生成で作られます。落とし穴には宝箱ですね、はい、ラッキーですね。ラッキーですね、はい、モンスターがいる場合の落とし穴もあるんですね。はい、あると思います。はい、はい、これ道に迷った時にマップとかって出るんですか、田岡さん。マップは PS4 の真ん中のマップタッチマップパッマップタッチパッドボタンを押してもらうと、ここに表示されます、はい、この辺で結構質問もあったので、これ迷っちゃうんじゃないのかっていうのが質問があったので、まあ、このマップを使えば少しの迷いの軽減はできますよね。これそうですね、ただやっぱりダンジョンですから少しは迷っていただいて楽しんでいただくのもありかもしれませんね。スキルですね、はいはい、一撃で決まりました。仕留めましたね、はいはい、今日の田岡さんの引いちゃった男女は結構暗いですね。ちょっと暗めですね。本当これ毎回やるごとに違うんですよね、はい、左右の方とか結構明るめのところとか、はいはい、明るいですよね、はい、プレイしてると思いますけども、宮下さん、あの、はい、なんかあのな声が出てきたんですけど、そうですね、今あの声が字幕でも出てますけども、はい、これメメントと言います、はいはいはい、これらの声を聞きながら、拾いに集めると、今ちょうど田岡さんの画面に出ましたね。これがただのダンジョンだけではダンジョンではなくて、はい、中にこうストーリーというか、そうですね、メメントセリフがありますので、これを集めていただくという形になります。このセリフが布石になってるんですよね。そうですね、はい、で、その先ほどのセリフを集めて今ちょっと出てますけども、謎を解き明かしていくストーリーが進んでいくという展開になります。川岡さん、ストーリーも結構ボリュームあるんでしょうか。そうですね、たくさんボリュームと、あとオンラインでみんなでそのストーリーを話し合って楽しめるような作りにしています。なるほど。ということは今左右でやってる人たちのメメントの声を合わせていくと何かが開けるっていうことなんですかね。そうです、そうですね。TGS でもたくさんあるので、どんなメメントを拾ったか話し合ってもらえると言ってる間に田岡さんがモンスターハウスにちょっとピンチですね、はい、突入してしまいました、ね、トラップですね、はい、痛い痛い痛い、ちょちょちょ、神プレイお願いします。これはさっき使った魔法が悔やまれますね。いよいよ見せてもらえるんですね、はい、おーっと一撃で3体行きましたね、うまいこと行きました、はい、いいとこに。田岡さん知ってるとあのステージの映像を終了しますんで意外とこれやばいです、はい、まあ、集大では死んでもあのいくらでもコンティニューできるんで最後まで遊んでもらえるといいかなと、はい、はい、また元の場所に戻りましたね、はい、トラップから抜け出しました。先ほどのメメント拾ったの で, です、ね、今ポッキーにあります、はい、ポッキーがキラキラしてます。これは罠ですね、はい、罠で飛んでくる弓矢もですね今弾いて返してました。こう槍で突くことで罠を弾き返せるみたいな感じですね。そうですね、はい、攻撃などを弾き返せます。はい、お、魔法を使いました。これ竜巻ですね、はい、かなり派手ですね、はい、この竜巻は結構いろんなところで相手に使えるパターンですかね。それは後ほどいい。なるほど、なるほど、はい、で、これ魔法陣、魔法陣が見えましたね、まもなくゴール、はい、ゴールですね。おお、はい、また罠ですね。これまた罠でしたね、これ、はい、魔法陣ってこう油断した時に罠があったりとかですね。それもまた罠ですね、敵がいましたね、この人。しかもモンスターいますね、はい、敵が、はい、仕留めましたね、なんとか、はい、クリアできそうです
結構テロップ読んじゃいますよね、はい、なんか気になって、はい、そろそろゴールですかね、これ。そうですね、この後魔法陣に乗っていただければ、はい、これでソロのプレイは終了になります。前回のプレスカンファレンスの時にですね、はいはい、本当に20秒程度だけオンラインプレイをちょっと見せたんですけども、はい、これ結構非難合々で短すぎると20秒じゃ全然伝わらないと、全然わかんないと、本当にオンラインなのかと、はい、っていう声があったんですけど、そろそろ出しちゃいますか。はい、じゃあぜひ今回マルチプレイを、はい、4人4つの画面で、はい、今回後ろにいる2名のプレイヤーとですね、はい、まあ、壇上にいるこの2名 で、はい、で4人でですね、世界初のリアルタイムのオンラインプレイを今日皆さんにお見せしたいなと思ってます。はい、理解しますが世界初でよろしいですね。はい、世界初。それでは皆さんたっぷりと目撃していただきましょう。ではここからもう始まっていくわけですね。はい、はいはい、今もう画面映ってます。私ですがキルトの装備で今ピータで実際にリモートプレイをしています。はい、はい、今回ディープダウンビータのリモートプレイにも対応してますの です、ね、皆さんビータお持ちの方はぜひ試しを、はい、お試ししてみていただければなと。寝っ転がってオンラインゲームができるっていう、はい、まあ夢のような状況です。はい、で先ほどと同じこの鉄の鎧着てるのが、僕になります。そうですね、オンラインですね。いた、なんで攻撃するの仲間だと。本気です。金属鎧が田岡さんと、はい、キルトが宮下になります。黄色いのが宮下さんですね。はい、はい、そろそろじゃあお二人ともあんまり遊んでないんで、はいはい、奥に進んでいきたいと思います。はい、さあそれでは、はい、いよいよすごいシーンが。危ない。何ですか今のは。やばかった、はい、ちょっと後ろ の、 あのプレイヤーから声が聞こえますね、はい、一応裏のプレイヤーの声も少し届けられるようです。田岡さん早く奥に助けに行きましょう。もっと攻撃して。分かった。もう後ろの二人は何か戦ってます。やばい、戦ってるんですか。何かも戦ってます。そういうことなんですね。はい、宮下さん、田岡さん、急いでください。行ってください。ありがとう。どんどん行きましょう。ちゃんと集めてから。田岡さん早く、やばい、早く行かないと。田岡さん、あ、そっち攻撃しそう。あ、だからもういいので、はい、はい、2人先に行ってますんで、田岡さん早く行きましょう。行きましょう、行きましょう。田岡さん、宮下さん、早く行ってください。何やってるの、急いでください。行きます、はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、行った。おお、取ってきました。おお、おお、なんすかこれ。これはいますね、奥に。あ、ちゃ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 、何か前で落ちてますね。そっち炎行ったかもしれないですけど、大丈夫ですか。大丈夫ですか。届きました。奥進んでいきます。はい、早く行きましょう。おお、待ってました。プレス来そうなんで、開けてください。はい、はい、わー、これで分かりやすくなりましたね。分かりやすいですね。お願いします。はい、はい、私も竜巻投げます。いけ、はい、今宮下が竜巻で攻撃して、はい、いいですね。あ、効いてますね、宮下さんの。もう一度いきます。はい、えい、おいけ、私も投げます。はい、プレスを押し返してます。これ皆さん見て分かる通り、火がですね、本当にポリゴム板じゃなくて本当に火の粒子で動いてますんで、はい、はいはい、ちょっとそういうところもぜひ見ていただければ。押してますね。すごいですね。田岡さん、田岡さん、狙われてるんで、シールド貼ってあげてください。田岡さんですか。はい、田岡さん、え、間に合わない。お、えい、おい、これはシールドです。あ、今シールド出しましたね、はい、氷のシールド出しましたね、はい、まあ、これで今ちょっと耐えた状態で、はい、田岡さん、田岡さん大丈夫ですかこれ。もうちょっとシールド投げます。えい、どうだ。ここから田岡ディレクターの次の手が楽しみですね。レアアイテム、レアの魔法を使います。早く使ってください。危ない、レアの魔法、危ないです。危ない、早く使ってください。もうまずいですよ。はい、おっと、これはどんな魔法ですか、田岡さん。僕以外の時間を全て止めるという魔法です。これいろいろな角度でちょっとマルチで見ていただきたいんですけども、ちょっと今全てが止まってる映像がちょっと見えると思いますね。でこの間にも攻撃が仕掛けられるんですよね。ですね、はい、あの画面の上の部分にあるあの円の部分が残り時間ですね。魔法を使うと魔法も空中で止まります。はぁ、い、はぁ、い、はぁ、あ、もう時間なくなります。はい、急いでください。で時間が動くとまた、はい、ウェーイ、効いてますね。効けましたね。マルチもですね、こんな感じで今開発が進んでますんで、はい、この先はもうあと次の機会にまた皆さんに見ていただければなと、はい、この先は次の機会ということですね、はい、世
外初の、はい、マルチプレイですね。マルチプレイというのはここまで、はい、しかしながら素晴らしいものありがとうございました。